ニッチです。カミナリナルナルです。はい、ということで本日は居酒屋に来ております。居酒屋に居酒屋に来はい、今日はゲストが来ています。はい、じゃじゃん。皆さんどうも、上野優香です。イエーイ、お兄さん。登場は惜しさではないでしょうか。そうですね。そうね、久しぶりです。まあ、3人ではね、優香のライブ行ったりとかはあってたんだけど、改めまして、ちょっと久々の食事会、もう忘年会みたいな感じだね。ちょっと一大ニュースがあったじゃないですか。そうですね、ありました。どういうことですか。待って、この中でニュースが一番早いってどういうことですか。どうですか。ということで、じゃあちょっとグラスを持ってお祝いしましょう。はい、優香と結婚おめでとう。ありがとうございます。ということで、そうなんです。お先にごめんなさい。いやもう、ね、びっくりした、ね、びっくりしたよね。内緒にするってなきゃいけなくて、もう内緒にしてもうどんどん発表みたいな。そう、やば。ありがとうございます。いや本当お祝いまでしていただいてすいません。本当に今日は普通に楽しんでいただいて。はい、まあ、似てる。嘘嘘、うん、横並びにしてよかった。うん、ね、ゆうかの方が大人っぽくなってきたの。なってきたんじゃなくて最初から。嘘、いやいや、そんなことない。やめて。聞きたかったんだけど、うん、めっちゃここ似てるって言われるじゃん。優香、うん、は誰かに似てるって言われる。私の顔が。そう、あの芸能人で言うと誰かに似てるねとか、それが一致するのかなと思って。今パッと思い浮かばない。何か言われる。私は森口博子さん。あー、言われたことない。そっか、めっちゃ言われるよね。言われるあと昔はゆきりん。めっちゃ言われる。キングレコードだったんで言われたことはあった。おお、あったあったあった。私に出会う前とか。私ね、でも男顔だねって言われていた。私もそう。でもね、そうだよね。もう男装めっちゃ似合うよ。男装で言うのもあれだけど、なんか眉と目が近いと割と男性っぽい顔だみたいな、言われるらしくて、ね、知らんけど。しじみさん、母親とかにも、なんでそこそんな近い。今時顔じゃない。ね、今時そうなんかな。なんか目力強そう。そう、眉毛凛々しくて、ね、目の印象が強いみたいな。ね。って言われてきたから、なんか似てない人っているじゃん。うん、あれ本当に女性らしい方に、なんか似てないけど、そうもいかないな。でもな。確かに私も東方神起の人に似てるって言われた。めっちゃ男前じゃん。そう、かっこいいじゃん。どこがって言うけど。でもなえちゃんはさ、やっぱフォワット系じゃん、女の子だって感じね。え、なるは結構すごいよ、言われるとね。すごい、でも結構ね、すごいよ。誰だっけ。広瀬涼。あ、似てる似てる似てる。広瀬涼子さん、うん、野村エリナさん、うん、あー、似てる。大丈夫かな、雰囲気も。やっぱそこまでしてるから女の子っぽい人言われるのかな。そうそうそう、それはあるのかな。で、この間初めて言われたのが、ヒゲダンのボーカル。え、ちょっと検索していい。はい、キュウリの木でございます。ありがとう。キュウリ食べないの。食べない。そうか、そうだよ。そうなの。似てなくない。よう、どんな感じ。だってでもさ、でもさ、なんかさ、鼻鼻じゃない。鼻。あ、シュッとしてるかなってこと。あー、でも目が全然違くない。目違う。そんな、その発想はなかった。なかった、なかった。さすがになかった。マジで何もしない主役、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 私主役だね。主役と似てる人だからね。そっくりさん、いただきます。え、変わった結婚して。なんか結構何も変わんないんだけどさ、うん、気持ちは、まあ、何にも変わんない。パートナーがいるみたいな。なんかそのもっと仕事にこう、なんか還元しようじゃないけどさ、分かんないけど、まださ、仕立てだからさ、うん、言っても、新婚さん、もうちょっと時間が経てば、あ、結婚したんだなとか思えるかもしれないけど、まだそんなに年末で忙しいのもあるし、あ、なんか、やっぱさ、みんな憧れがすごいじゃない、うん、こうなんか、結婚したらこうなのかなみたいなのが大きすぎて。意外にそうでもないな。普通だなみたいな。うーん、いつも通り生きてるなって感じがする。
むから、ちょっと皆さんの夢を壊すとちょっとあれだけど、普通です。意外に終わらない毎日を。すごいよね、周りラッシュだもん。うん、マジ暖房がない、暖房がない、うん、暖房がない、暖房、暖房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 ないのかな。すいません、いきなり暖房あったかい、寒かったんだ。大丈夫、あったかいよ今。あったかい、よかった、よかった。なんならうちらより心もあったかい、大丈夫。願望だよ、願望ね、うん、願望はなんかこの間話したんだよね、うんうん、結婚についてね、うんうん、うちらまずうちらは20なるは24ぐらいで結婚すると思ってたんだよね。そうそう、あの未来地図みたいな感じで、うんうんうん、私は27とか6とか、うん、かなみたいな思ってたんだけど、うん、まあ、なんかいざなってみたら、うん、仕事も楽しいぞみたいな。あとなんか結婚がピンとこないなっていう感じ、うんうんうん、もっとピンとくるものだと思ってた。あの周りがどんどん結婚したら、私もじゃあこう結婚したらこうなろうとか、うんうんうん、そうだよね、周りがするとなんか焦るって言うじゃん。そうそう、なんか意外に、意外とそんなにない。うん、27、8になる年です。あ、そっかそっか、今24。うん、え、じゃあ何の願望考えてる。リアカはちゃんと展望があったの、この人生設計の中で何歳ぐらいで結婚しようみたいな。すべて結婚願望強かった。へぇ、確かに、確かに、なんかイメージ、うん、こう徳島とかの人って早そう、結婚が、うん、両親がめっちゃ早い。そうなんだ、だからなんか、うん、それもあるかも。なるほど、その感じのもんなんだみたいな。わかる、それは大きいよね、うん、育った環境ってめちゃくちゃ大きいと思う、うん、なあ、なるほど。ポテトやばいね、食べて食べて。自動的に、うん、そういうタイミングが来るのかと思ってた。なんかその世代ぐらいになったら、うんうんうん、そろそろ結婚しましょう皆さんみたいな、なんか自動的に結婚すると思ってたよね、なんか法律みたいな感じ、高校に進学するみたいな感じ。そう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 、その流れで、うん、はい結婚ですねみたいな、うん、じゃあ皆さんも結婚しましょうかみたいな、うん、ね、いや本当そうかと思って、これやばいね、なんかエスカレーター式だと思ってたよ ね、違ったね、違った。でもこの仕事してるとさ、なかなかそうもいかないじゃん、うんうん、この業界特に、うん、だって全然仕事楽しい、うん、なんで逆に結婚願望があったの、強かったなんかね、うん、なんだろうね、わかんないけど、うん、もうすごい憧れが強かったの。それに対してもともとの憧れがすっごい強くて、うん、漠然とね、でもなんかすごい強く思ってて、うんうん、よし、もう結婚しよう、うん、すごいな、うん、でもめっちゃ早い、早いねって言われた、うん、すごい流れてる、マジで待って、ポテトめっちゃうまい、マジで、うまい、やばい、嬉しい、私作ってないけどめっちゃ嬉しい、作った人みたいな気持ちだった。うん、なんかこうやって食べてくれたら嬉しいわ、作った側も。うまいよ、うわ、うまい、かわいい。そうだ、作詞もね、聞きたかったんだよね。そっちの子自分でポッパイ来たよ。うん、うん、それも素晴らしい夢かな、あったけど、うんうん、最近はその子供向けの曲、うんうん、の方で作詞作曲、うん、しようかってなってやってるんだけど、やっぱもう作詞作曲はやってるもんね、やっぱ作詞、うん、曲目が多い、なんかそれをどうやって引っ張ってきてるんだろうと思って、曲はちょっとあんまりアドバイスできるほど経験がないけど、今ちょうど制作してて、うん、そうアルバムも制作してるから作詞めっちゃやってるの、うん、だけどでもさっきも待ち合わせしてる時に寒いなって思って、うん、じゃあ寒いから書こう、寒いで、寒いってことはなんかこういう雰囲気かなみたいな、街の色はこうやなって
今ここにココアあったらいいなみたいなのでこう書いてったりとかする。すごい。詞と曲一緒に浮かぶタイプ？いや全然もう詞だけ先に詞だけ、その曲歌詞をさ割と曲があってそこに詞をっていうのが多いから。そうなのか。そうそうそう。なるほど。ナルが完成タイプすぎて、うちら真逆で、うん、タイプがね、うん、私が直感タイプでこっちが理論派みたいな。あーぽい。そう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 だよね。まず曲名聞いたら分かる、うん、私がメキメキ体操とヤッホー単行部私が、もぐもぐインクと、うん、君の歩いた道は虹色。素敵よ。素敵。もうタイトルからしてちょっと違うもんね。違うもんね。ちょっとね真逆の方法で家で書くの。家で書いたのね、うん、2人とも家でさ、ゆとりでこうやって。何で書くの？私は携帯のメモ。私も携帯の。でもやっぱそうなんや。なんか私も携帯のメモ。外で思いつくことの方が多い。そう、移動の電車とかで書いてる。あ、なるほどね、うん、家でじっとしてるより多分そっちの方が情報があるからそうかもしれない。なんかさ、テスト勉強とかもファミレスの方がいいとか言ったりするやん。あー、ある方が雑誌とかある感じなんかなって勝手に思ってる。いや難しいよね詞は、うん、なんか、うん、1曲どれぐらいかけるの時間？めっちゃ待ちますよ、うん、今日書いてたもん、うん、さっきまで。へえ。のやつは1時間おおで書いたけど、それが完全体なわけじゃない、うん、何回か提出してみたいなのもあるけど、うん、1時間でパッと提出できるものもあれば、あの1週間かかるよ。全然わかんない。いや、どのぐらいかかる？めっちゃかけてる、うん、なんかゾーンに入ったらわーってなるよ、ね、うんうんうん、それまでのさ、うん、準備期間じゃないけど、あれもいいしこれもいいしどうしようみたいな時間がね割と長くある。てかツアーお疲れ様。そうだ、完走無事終わりました。なんかロングランだとさ、ツアーみたいに緊張しない？最後までなんか体調大丈夫かなって。うん、どうなの？うちらめっちゃ緊張しなかった、そのコンサートツアー、うん、初めてだったからそういう1個じゃなくて続くっていうのが、うんうん、でもそのチケット取ってくれてる人がいるわけでとかいろいろ考えちゃうと、絶対体調壊せないとか考えちゃってさ、本当思ったね。ドキドキだった。体調はね、確かにいつも以上にめっちゃ気をつけて、食べるもんとかさ、なんかね、言うやん、飲むもんとか、うんうん。普段しないことしてもなんかダメそうだし。そう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 。私ツアーの最終日の前日にうなぎの骨を喉に刺さって。なんてことしてんの？でもなんか辛いもん食べへんとか。言うやん、うん、言うね。甘いもの食べへんとか。あ、甘いものがいいの？なんか分からん、人によるんやと思うし、私から聞いた話やから、それが正しいか正しくないかは分からんけど、なんか糖分はむくむみたいな。声帯がむくむから食べない人もいる。声帯がむくむ？初めて。私もなんか声帯がむくんでんのか、何がむくんでんのかも知らんけど、最近マヌカハニーを毎朝飲めるから、なんかまあきっと効果あるんだろうなっていう。うんうんうん、ある気がする。なんか気分は上がる、うん、なんか私味好きで、わかる、ああいう薬っぽい味。お家で寝てる。失礼します。おめでとう。みんなのお祝いの気持ちも込めて私たちが取り行わさせていただきました。ありがとうございました。あ、そうだ、渡したいものもあるの、ね、そうそうそうだ、ありがとう。じゃじゃーん、どうぞ。ありがとうございます。これぜひ開封していただいて、もう見てほしい、ね、そうだね、いいの、もう見てください。ありがとうございます。開けます。
ジでありがとう。本当に結婚してよかった。今いや喜ばしいことなんだよ。うん。何かわからないまだ。何かわからない。何かまだわからないまだが。何これ。何これ。写真立てみたいな感じなんですけど。このこれかなんかオンにしてもらって。オン。オンに。こっち。すごいんだけど。わかった。わかった。わかったって。おお嬉しい。ジャスミンを。ゆうかジャスミンをオリゴールにしてもらいました。ジャスミン。本当だ。すごい。オリジナルオリジナルオルゴール世界で一つだけの。そうです。オリジナルオルゴールで。はい。ここ写真入れられるので。あのぜひ旦那さんと。玄関に置いてもらって、そうです毎日回してもらって、毎日ね。でも喧嘩したらこれ思い出して、ほら思い出して、この時の気持ちを思い出して。めっちゃ嬉しい。よかった、よかった。本当にありがとう。はい、ということで今回は忘年会兼ゆうかの結婚祝いをしました。いや久々の会でめちゃくちゃ楽しかった。本当にいろいろサプライズもしてもらって。おいおいおいいいところに楽しかったね。本当に楽しかった。ありがとう。なんかこういう記念すべき日を祝えてうちらも嬉しかった。嬉しかったです。本当にありがとうございました。ゆうかの歌聴いてください。概要欄に概要欄に入ってます。マジで貼っとこ貼っとこ。ありがとうございます。アルバムを出すからね。ゆうかそうだよ。よろしくお願いします。聴いてください。お願いします。それでは私との動画でお会いしましょう。ごきげんよう。いちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。